はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットの、週刊黒金の城マジンガー Z を作る、こちらの29号をやっていこうと思います。で、今回も引き続き腕の組み立てですね、腕の組み立てをやっていく形になりますので、よろしければ最後までお付き合いください。というわけでやっていきましょう。はい、では早速作業をやっていきましょう。まあ入ってる部品はね、こんな感じ、前と一緒ですね、内容的には。なのでこれに、これを組み立てていきます。で、まずは、ここを開いて、ここにねアイアンカッターの刃先を取り付けてあげます。よっよっ、ここは接着しなくていいかな。一応軽く流しとこう。よいしょ、入ってなくね。で、この状態で、このマグネットですね、マグネットをつけていくんですけど、この S って書いてある方が、こっちの刃の方に向くようにこの磁石を取り付ける。これ向き間違えるとね、あの上腕のとこにつけた磁石と反発してしまうので気をつけましょう。 S って書いてある方が内側を向くように。よいしょ。 Z したら、このパーツとこのパーツを接着してあげるんですけど、前回ね流し込み接着剤を使ったせいでちょっとね、あっとちょっとあちこちがね発火しちゃったのがあるので、まあ、今回はその反省で違う方法で接着しよう。まあで、こっちのピンの方に接着剤をぬりぬりっとしてあげて、この瞬着がね、固まりかけちゃってて糸引いて若干使いにくいんでね、こいつをさっさと使い切りたいんですよっていうのもあるので、今回はこれを使って接着していこう。あ、電池だ。よし。で、割と瞬着ってね、みんな早く作業しないとダメみたいに思ってる人結構多いんですけど、瞬着ってね瞬間で固まんないんでね、基本的には。瞬着って名前だけど瞬着って基本的にすぐ固まんないんですよ。なのでそんなに焦らずに落ち着いて作業すればいいと思います。こういう感じ。瞬着ってね、要は空気が周りに空気が豊富にあると固まんないんですよ。固まりにくいんですよ。なので、まあ、今みたいにこっちのパーツに瞬間接着剤つけました。で、こうやって置いててもなかなか固まんないんですよね。それがこういう接着面のところにベタってくっついて、その周りに空気が少なくなる、
まあ、あの密閉されて空気が少なくなると、その時に初めて空気中の湿気と反応してキュッて固まるんで、意外とね、あの、のんびり作業やって大丈夫です結構多いんですよね、瞬着つけたらもう瞬間で固まっちゃうから、もう早く作業しないとって言って焦って作業をしようとして手に接着剤がついちゃったりとかっていうミスをする人結構多いんですよ。結構多いんですけど、焦らずに慎重にいきましょう。こうね、だこの瞬着、これボトルに入ってるハケタイプじゃないですか。これ一晩とか蓋閉め忘れて放置してても中固まんないですからねっていうぐらいね、瞬着って固まんの遅いんですよ。まあ、それを何回もやってしまうとこうやって糸を引く原因になっちゃうんですけど、これはもう固まり始めてるっていうところなんですよね。なのでこういう風になっちゃうと使いにくくなってきちゃうんですけど、そうでなければ割とね落ち着いて作業できます。よいしょ、でこうやってあげたら、あーもう磁石もね、ここ接着しちゃってもいいかもしれないですけどね、ここもうちょっとパチッとはまるようにねしてくれてたらね、もっと作業しやすいんですけどね、ボンド、あのマグネットがパチッとはまるようにしてくれてたら、ここねはまる隙間がねガバガバなんですよ。なんであの乗せた後もね、この上で動いちゃうんですよね、磁石が。でそれをどうこうしようとしていると、作業がしにくくなる。よいしょ、これで中でね磁石がね斜め向きおるんですわ。よしよし、でちょっとねパーツ自体がね少し反ってるのもあるので、挟んで押さえてあげる。これで、ちょっと間置いてあげると接着剤が固まるので、これで組み立てが完成になります。まあ、今回これの組み立ての話っていうより瞬着の話の方が長かったなはい、こんな感じです、はい、で次の、30号、次の30号では手かっこ右の組み立てっていうことで、手首の部分ですね、一般的に手っていうと手首の部分を指すので、手首から先の部分を指すので、手の組み立てをやっていくみたいです。で多分ね、手に関してはねおそらく動かないと思うんですよね、この写真を見る感じ。うん、あの手が動くっていうことよりも、その見た目のかっこよさっていうのを多分追求した感じの手首になってると思う。もしかしたら稼働する手首が後々来るかもしれないですけど、多分今回のこのマジンガー Z に関しては、あの付属するもので手持ち武器っていうのはないはずなので、多分ね手首は動かない手首になってるんだと思います。はい、なので、多分次回、多分番号も振ってないんでね、番号も振ってないので、多分次回で、次回の一発で手が組み上がるっていう感じになってると思いますので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみにね、まあ瞬着なんでもう固まってると思うんで、これを外してあげて、こうですね、俺やらかしたな、どっち？多分、あーやっちゃったな多分これ磁石の向きが逆になっちゃったな。ほらはめる時にね、はめるときに中で磁石が動いて反対向いちゃってますね。
こういうことが起きるんだよな、このパーツ。ここはだからこれがねやりにくいっていう人はこのマグネット自体をね接着剤で固定しちゃうっていうのもありだと思います。でまあ今僕が外したみたいに瞬着って割とねじったりする力に弱いんで、あっと思ったらねテコの原理でキュッとこじってあげるとね簡単に外れるんですよ。なのでこうやって処理をしてあげるといいと思います。よいしょ。したらもう一回塗り直して、純着はね割とあのプラモデルで使うのにはちょっと厄介な特性が多いんで使いにくいところも結構あるんですけど、特性を理解するとね非常に使いやすい接着剤だったりするので、その辺のね特徴を理解するっていうのは大事だと思います。でまた押さえとく。ね、こうやってくっつきます。さっきねこっちが逆についてたんでこっちが反発しちゃったんですよね、マグネットが。なんで、きっちり向きを確認して取り付けましょう。はい、というわけで、ちょうどいい具合に失敗したので、失敗した時の対処法、失敗した時どうなるかっていうのと、その対処法でした。はい、というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。